この二人にリアクションしてもらいます。おお、キャンチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。本日は、僕のトランプマジックをこの二人にリアクションしてもらいます。では自己紹介お願いします。どうも、毎週火曜日夜の11時から、カムルの放送実行委員会という番組を担当しております。上地でも下地でもない長地と、顔が濃ゆすぎてよくネパール人に間違えられる三重県でカムルです。お願いします。ということで今日はよろしくお願いします。お願いします。楽しみだな。はい、キャンさん楽しみですからね。しかも自作のマジックらしいですね。自作のマジックはちょっと怖いけど。マジックって自作するもんなんて作れないよ。なんかあるものじゃないの。いや、自作だからあんまりハードル上げないでよ。そんなに大げさなものじゃないから、ハードル上げない。マジックマギなんですね。楽しみだな。もうなんかあれらしいですよ、まあね、知ってるキャンさんの趣味の何、まあ、まあ動画のね、編集とかそのガジェット系もそうですけど、はい、スケートボードとか、ドローンでのクイズとか噂によると、あの人殺すの以外に全部趣味らしい。すげえ、モラルはある。モラルだけはある。それ以外は全部趣味です。すごいな。いいわ。一つぐらいくれんかな、なんか。でもその一歩手前までは多分三宅にはやることになるから。怖いって。三宅ってあれだよね、あの三宅 AKA キャンさんのサンドバッグだよね。ストレス発散させられてるよね。毎回ボッコボコにされてるんですよ。いろんな形でね。ということで今日はこのお二人にリアクションしてもらいます。よろしくお願いします。はい、じゃあ今から2人にはもう先にキャンチャンネルで上げてる、マジックを見てもらうんだけど、はい、じゃあまず怪しいとこないかこのトランプ確認してみて。このトランプから作ったっていうわけではないですよね。まあトランプから作ったわけではない。ああ違うか。あのもうどこにでもあるやつ。そうそう、どこにでもある。よく見るやつですね。トーカー用のバイシクルっていう。はいはい、なんかシャッフルしちゃって、はいはい、あ、じゃあもう混ぜちゃいますよ、めちゃくちゃ、うん、はいはいはい、 OK です。これは箱に戻します。いや別にそのままでいいよ。あ、そのまま、うんうん、箱も見てみる。確かに、あ、なんもない、うんうん、まあまあなんもないですね。ちょっとボロいぐらいかな。ね、それはいいだろう。使い込みすぎてるからね、うん、じゃあ、今三宅健くんにチェックしてもらったんで、はい、じゃあ中地さんもこの中1枚あもうカキパーっていう、選んでいいんですか。はい、どうぞ。そこバレるって。嘘、そこはバレるよ。バレるとかバレないとかなくない。キャンさんはそこ見てたから、シャッフルしてるから。じゃあここにしようか。そこね、意外と行かないでしょ。意外と盲点だと思う。チッパン端っこ、うん、これ見てもいいんですか。見てください。はいはいはい、はい、じゃあちょっと僕横見てくんで、はい、カメラの前に。はい、三宅の経験人数と一緒ですね。そうなんだ。そうですね。当たってますか。違います。あ、じゃあやり、もういいですか。はい、 OK。 じゃあそのカードを上に置いてもらっていいですか。はい、でこれをシャッフルしていきます。はい、あ、もうぐっちゃぐちゃだ。はい、三宅の経験人数が実は、うん、っていうことは、ね、びっくりした。びっくりした。焦った今ちょっとね、これで出てきたらめっちゃかっこいい、ね、こんな急に。で今ちゃんと混ぜてたよね。はい、混ぜてた。めっちゃ混ぜました。でこれを今から実はある方法を使ってやっていきます、はい、この箱を使います。おまじないの。さっき確認しましたからね、はいはい、まあ何も入ってない、ね、この段階でおまじないをかける、うん、そう、普通の箱なんだけど、はいはい、これにおまじないかけながら、ちょっと待ってよ。オッケー。ってやって、はい、おまじないかけながらやったら、まあ今どこにも隠してない。はいはい。まあ、うん、もちろん箱に入ってます。もちろん。うん、でこれを今から投げるので、はい、三宅ちょっと取って。え？いく？え？怖っ。せーの、ポイ。ああ。おお。おお。すげえ。合ってる。
はい、当たってます。じゃあこれ受け取って皆さんにも見せてもらって。当たってるよね。当たってるよね。僕の経験人数です。これ引く2とかじゃないよ。お前いいでしょ。ということで今日はたまるのよ。すげえ。キャンチャンネル登録よろしくね。お願いします。毎週火曜日夜の11時からの番組をぜひ聞いてください。お願いします。お願いします。10月25日日曜日から10月31日土曜日は FM ギノワン5周年を記念して FM ギノワン VS FM コザハロウィンウィーク対決を行います。パーソナリティおよびスタッフ一同仮装をして盛り上げていきます。リスナーの皆さんには各パーソナリティへの投票をお願いいたします。投票が集まったパーソナリティへは素敵なプレゼントがあるかもしれません。一緒にハロウィンを楽しんでいきましょう。